プロジェクト X。神はいるのかアセンションって本当にできるのか覚醒ってなんだ石屋ってなんて奴らなんだどこまでもどこまでも人々を洗脳すれば気が済むっていうんだ。 神はなぜ石屋をここまでほったらかしにしたんだみんな不思議でならないかいおかしいと思わないかい <laughs> そんな時、たった一人立ち上がった男がいた。それはなんと、なんと、 鎌ヶ谷の橋だった <laughs>。風の中のスバル砂の中の銀河。みんなどこへ行った見送られることもなく。 草原のペガサス街角のビーナスみんなどこへ行った見守られることもなく。てか <laughs> えー、朝からプロジェクト。エックス。あ、ごめん。エックス。 <laughs> まだお酒飲んでないよ、うん、で今仕事から帰ってきたばかりだよ、うん、朝の4時半 <laughs> 大の大人が一人で <laughs> 小芝居小芝居やっちゃったよ <laughs> ああ面白かったこれね本当はねあのもっとでっかい声でねブワーンってやりたかったんだけどまだ寝てるしね うん、外はみんなねあの、静まり返ってくから。苦 <laughs> 情送るとまずいからさ。ちょっとこれ、遠慮したんだ。<laughs> どうしよう。見直してみっかな。<laughs> うん、まあ、ちょっとコーヒーでも飲んで。いや、でもね、ここからちょっと真面目なこと言うよ。僕ね、本当にね、 寝ても覚めてもね、神様、神様。うん。ね。寝ても覚めても、何をしてても、アセンション、アセンション。このことしか頭にないんだよ。バカがつくほど。<laughs> 本当に。どうやったら、どうやったら本当にアセンションできるのかな。 どういうふうにしてたら本当にね、あの、覚醒できんのかなずっと考えてもう白く実を。で、なおかつ、僕余計のお世話やけなもんだからさ、一人でっていうのは、や、なんかどうしてもね、勝,に勝負に合わない。だから、一人でも多く、ね、うん、あの、この道連れ、アセンションに行く人間の道連れを、 <laughs> ね一本釣りしてんのこうやって <laughs> どいねえかって「おあ、当たりがあったらうっ」とか言ってやってんの <laughs> あとこませまいてブワーンってこませまいてさ、うん、で網地引き網でブワーンって広げてさこうね下でグワーンって海の海底の方で網がくっついてさでそれをグワーンと引き上げるの。 そしたらその中に「アセンションしたいです」っていうさ人たちがみんなその中にグッてこんななってんの。<laughs> <laughs> 海から言ってあ「あっ足」とか言ってんの <laughs>。どうこんなことね大真面目にずっとやってんだよ。いやもうだからさね中島みゆきなの「地上の星」。 なんか知んないけど、運転しながら、仕事しながら、お客さんがいないとき、何度も何度も聞いちゃって <laughs>。風の中のスバル砂の中の銀河だって <laughs>。歌下手だろ <laughs>。 みんなどこへ行った見送られることもなく <laughs>。なんで俺こんな歌下手くそなんだ <laughs> でもいいや。もう何でもいい、うん。いや、とにかくね、このフレーズがずっと続いちゃってさ。うん、でね、僕ね、今4時50分かな、今。 5時半までね、寝れないんだよ、どうしても。もう今、くたくたで本当は寝たいんだよ、すぐにでも。だけど、うちの一番下の娘が、絶対に5時半に起こしてくれて。うん。ね。それも LINE に3回も4回も入ってんの。<laughs> あの、忘れちゃいけないと思って、パ僕が。<laughs> 必ず起こせ。必ず起こせって LINE が入ってんの、昨日の夜中。かわいいでしょ <laughs> あ。昨日っていうか。 なまあ、寝る前だろうねで何かっていうと、今あの、えーと、陸上部かな、小学校6年生で。で、その関係で、迎えー、向かいの同級生の子とさ、えっ、ー、と、6時半に起きて7時から、七時から30分、登校前に、近所を走るっつってさ、ずっとやってるわけ、うん。で、相手がいるから寝坊できないっつって。うん、だけども、あの、 確実に起こしてくれるのは僕だって分かってるもんだからさ <laughs>。まあね、嬉しいんだし、頼られてるからありがたいんだけど <laughs>、うん。まあそんなんでね、わけの,の分かんないこと今朝から喋ってるけど。でも、僕ね、本当にね、このフレーズ、うん、本当に神ってね、どこにいるんだろう。うん、本当に神,神だって。 あのアセンションってねどうやったらできんだろう、うん、覚醒ってどういう境地なんだろうってねずっと考えてて、うん、でもねあのもう今ね何か何でも答えられる何、うん、かしんないけど、うん、何でも何でもあの言ってきてって、うん、何輪廻転生因果応報、うん それからこの世とあの世の違い、仕組み、宇宙の法則、うん、神ってもともと何人間と神はね、えー、分け見玉っていうけど、どういうこととか、な、うんで石屋があって、ね、これだけ人をねあの、いじめてきてるのに、これを神はね、許してんのとか、うん、いろんな疑問があるでしょ。ね、でもね全部 全部答えられんの。<laughs> すっごい自信があんだよ、自信が。なぜかあんの。不思議だね、うん。だけどね、こういうことを知っちゃうとね、本当ね、みんなに伝えたいなって、本当に思ってる、心の底から。うん。けれどね、不干渉の法則があるからね、 あの相手の心の中を土足でね入ることもできないの <laughs>、うん。だから僕がみんなに言うときっていうのはほんわか。ね。オブラートのようにほんわか言うだけ <laughs>、うん。まあでもね、それでもこういう僕の話をあの聞きたいって言ってくれる人が全国に今どんどんできたっていうことが本当にありがたいです。本当感謝してます。 こんな手たらくでね、不真面目な、ね、いい加減な箸だけど、でも、ここ、ハート、うん、魂だけはかなり、ね、あの、骨太だよ。<laughs> 誰にも負けないよ。うん、ね。だけど、あの、これをね、なんかね、面白がって、そして、ね、えー、ワクワクしながら、楽しんでんだよ。うん。 ここが一番のポイントだよ。うん、神様の仕事をするんでも、ね、義務でやっちゃダメだよ。うん、本当に心の底から面白い、嬉しい、楽しい、ありがたいって、そういう心が本当にもう充実してこう満喫した状態の人がこういうことをやらないと、ね、ツケが回ってくるからね。うんまあ、ということで、 えー、ちょっと1本目の動画、自分でもこんなの言っちゃって、え会んかいっていう <laughs> 動画なんだけど、あ、えー、げます。えー、ハッシーですイエー